ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継です。今日は海を望む絶景で有名な日南市の道の駅南郷から世良アナウンサーに伝えてもらいます。世良さん。はい、道の駅南郷に来ています。この時間もうすでに日が暮れて秋が近づいているのが分かります。日中はすっきりと晴れて綺麗な日南海岸が楽しめましたよ。さあ、今年の6月にジャカランダ祭りで中継をしたばかりなんですが、今日はあるお祝いに参りました。道の駅南郷が道の駅ランキング2017で全国およそ1100もある道の駅の中から第1位に輝いたんです。すごいですね。さあ、駅長の吉田さん、本当におめでとうございます。ありがとうございます。さ、こちらがその表彰状を拡大したものですね。このトリップアドバイザーというのが口コミが読めて予約もできる世界最大の旅行サイトで、1年間で投稿された口コミをもとに30位までのランキングが発表されました。宮崎の南郷から日本、いや世界の南郷になったということなんですね。実際1位になってみていかがですか？はい、全国たくさんある道の駅の中から1位に選んでいただいて本当に驚いております。駅長が思う1位になった要因は何でしょう？やっぱりこの絶景ですね。広々としたこのデッキから大小の島々が点在するのどかな日南海岸を眺めて癒される方が多いようです。日南ならではのお土産や地どれの新鮮な野菜や柑橘類も並んでいますし、なんといっても1年前のリニューアルでレストランも変わりましたよね。はい、レストランをゆったりリラックスできるように開放感あふれる広いスペースにして、デッキでも景色を楽しみながら食事ができるようにしました。そうなんですよね。さあ、吉田駅長、なんと1位になったんですから、何か記念イベントがあると嬉しいなと思うんですけど。はい、先日行われました全国和牛能力共進会の種牛の部で日南市南郷町の牛が2頭も日本一になりました。そうなんですよね。そこで同じ日本一ということで、はい、宮崎牛の牛丼を10月から特別メニューとしてお出しします。おお、宮崎牛を牛丼にしたんですね。いや、贅沢。それでは牛丼いただきます。うん、おいしい。結構頬張りましたね。日本一のコラボ、うん、最高です。駅長、私そして忘れられない味があるんですけれども。はい、口コミの決め手はやっぱりこれでした。はい、地元のマンゴーで作りましたマンゴーソフトクリームです。待ってましたよ。マンゴーの量を増やしてすごく濃くしております。いただきます。うん、本当だ、以前食べた時よりもかなりパワーアップしてますよ。美味しい。これ美味しいですよね。新製品のヒューガナッツソフトクリームです。ヒューガナッツはかぶり物ないんですね。すいません、顔を出したかったんです。いただきます。こちらもすごくよく売れております。うん、さっぱりしていて美味しいです。いや、2つとも迷ってしまいますが、スイーツ好きの荒尾さんなら2つともペロッと完食してしまうと思います。もちろんです。私も大好きなこのソフトクリーム、何か記念イベントがこちらもあると嬉しいんですが。はい、第1位を記念して姉妹店であるデモンデマルシェとともに、あさって日曜まで半額で提供いたします。いや、改めて日本一の道の駅が宮崎にあるとは誇らしいですよね。今日はお祝い特別ということで、空から日南海岸を眺めてお別れします。皆さんのお越しをお待ちしてます。